WPMF 日本ウェルター級タイトルマッチ。このタイトルが創設された時に行われた王者決定トーナメント。エントリーされた中から多くの有望な選手がその目を開いた。トーナメントの覇者から王座を奪ったのが現王者。チャンピオンとそれ以外の差を見せつけるチャンスかな。 WPMF 日本ウェルター級王者拓也。圧倒的なフィジカルを武器に王座に君臨するムエタイゴリラ。特にタイトル獲得直前からの飛躍は目覚ましく、ここ1年半以上敗戦はない。他団体王者狩りツアーを宣言し、その相手をねじ伏せ、ラジャダムナンスタジアムでも KO 勝利を挙げた。前は体力だけで結構 IQ も上がってきたんで、インテリゴリラですかね。今旬を迎えた王者に立ちはだかる試練の防衛戦。あの王者決定トーナメントで拓也を破った男。そうで、まあ、いつかまたやるんじゃないかなとは思ってましたけど、もうこれ取れなかったらもうダメかなっていうぐらいのつもりで練習してきたらしい。 WPMF 日本ウェルター級1位田中秀哉。トーナメントでは準決勝で拓也に勝利するも、決勝で涙を飲んだ。その後現在まで喫した敗戦はただの一度。悲願へ多彩なテクニックに磨きをかけ、その時を待った。もう2回目は絶対取るつもりで、ベルトを巻いてる姿を応援してくれてる皆さんにお見せしたいですよね。まあ、こんだけやっててチャンピオンになれてないってことはそのレベルだと思うんで、僕から取れるわけがないですね。あの時とはまあ全然違うと思います。どうしたら、はい、まあ、いつか借り返せれたらいいなと思ってますけど、いいチャンスかなと。僕何でも倒せるんで、僕も楽しいです、何で倒せるのか。王者拓也が因縁に蹴りをつけ世界へ羽ばたくのか。挑戦者田中秀哉が悲願を達成させるのか。紛れもなくこの階級日本最高峰のムエタイ最強決定戦。 WPMF 日本ウェルター級タイトルマッチ、拓也 VS 田中秀哉。